はい、皆様こんばんは竹千代です。今日も夜の手帳タイムをしていこうと思います。今日はですねちょっとまず何から書こうかな。ちょっと何があったかトピックだけ書いていこうかな。ちょっとこちらのねメモ帳がですねあの一日まあ何があったか思い出すために使われるメモ帳でございます。 アピカのこのちっちゃいノートですねだいたいなんか M5 ぐらいのサイズのノートになっております M5 のねえっ、ー、とリフィルがこの大きさなので、まあ、若干まあ縦と横がちょっと大きい広いっていう感じのノートになっておりますいやー今日はさちょっと待ってスタンプとかやかやるな今日はね寒すぎ あかんでこれこんないきなり寒くなっていや今日ぶっちゃけ雪降ったよっていうところめちゃくちゃ多いと思うんですけど私のね住んでる地域ってまあ、あの海が近いせいもあってそんなにね雪って降らないんですよ。なんで人生でねなんか数回しか多分雪。 雪降ったことあっても、積雪っていうことはあんまなくて、雪も積もったとしてもさ、あの綺麗なのじゃなくて、もうほんと泥だらけのシャーベットみたいな感じのやつがすっごい多くて、今日はね、起きたらね、あのちらついてました、雪が。今日はね、信じられないほど寒い。2021年、ちょっとね、ネタ出しなので、これはもうかなり雑に書きます、いつも。26日。 うーんと、とにかく寒い。あ、ちなみに、これはね、プラチナのセンチュリーで書いてて、センチュリーで書いてて、で、地幅が高さなんで、あの極太ですね。で、インクがね、インクはアマゾナイトです。ラミーの。 クリスタルインクアマゾナイトです。えー、っと、もうとにかく寒かったのと、あともう夕方はね、風も結構吹いてて、夕方は風吹いてたんで余計寒いと。さらに寒い。だがしかし、今日私が帰ってくるとき、前にいたのはオープンカーだった。 いやオープンカー乗ったことないからさ寒いかどうかなんて分かんないんですけどいや多分寒いよねおそらく <laughs> すげえなーと思ってこんなさだって雪降ってんだよ今日夕方帰ってくる時もねあの雪ちらついてたんですよこんな中マジそんなオープンにするって思ったけどさでもさまあ好きで乗ってんだからまあいいかと思ったけどさマジ風邪ひくよと思ったけどとにかく寒いあとはですね今日も。 仕事楽しかったよとあまあ仕事はねあの楽しかったっていうかまあ別に何にもさないさ平和な一日だったらもうそれは私はもう楽しかったで認識しておりますんか今ねほんとねあの海のね家からさ水平線が見えるんですけど海を見るとねもうこんなこんなさ重たいさどんよりした雲のこの水平線とこの隙間は明るいんですよ。この隙間だけ 明るくてもうここも完全にもう雪雲だ帰りもさ海沿いわーって走ってくるんですけどもうドライブコースみたいな感じで走ってくるんですけどもうなんかあのー、上のこのね雲からねさささささって降りてたのあれは雪だったと思う水平線よし今日ほんと特段さもう寒い以外の何もないんだけどネタがちょっと待っておやつ と思うね、あのこの間行ったらね、この東京リベンジャーズ組売ってなかったもうそりゃそうだよね、だから最初にさ、やっぱさ、あれ、なら並んでたあの時にさあの、遠慮してさ、5つにしたんですけど、10個ぐらい買ってくれよかった、失敗したさて何が出るかな、ちふこれ2枚目じゃない大丈夫これ2枚、あ、違うわ、バジさんと一緒だったからちふゆが2枚目だと錯覚してるんだ 今のところですね、三谷くん、武道喜咲あと馬ジさんと中冬で今回中冬が加わりましたどこに貼ろうかなただこ,こうさこうやって来てみるとさどうせやったらこの金色の白星レアのマイキーとかさドラケンとかが欲しかったな <laughs> あとカズドラが欲しかったな純粋にもう買えないんだろうな ききっと出ねえよなーきっととねなちょっと今度見てこようまたもしかしたらね入るかもしんないもんねさていっとじゃあネタ出しをしたところでちょっと書いていきますかなそう今んところさこのマンスリーさマンスリーってねもう本当にあんまりね私は予定も何もないので書くことがないんですよねなんで どううしようなんか1日1一えみたいな感じでイラストでも描いていく今日何日 ?26 でしょ ?26 だからこの小ささのイラストって何描けるとりあえずブリブリ左衛門描くかこれ発掘したんですよこのあのスクール G ペン。 昔ね、あのー、画材屋さんとかにはよく売ってたと思うんですけど、つけペンって結構めんどくさいじゃないですか。インク付けてこれね。つけペンめんどくさいから、こうインクカートリッジ式みたいになってて、ただまあこれ、カートリッジ単体で売ってんのかなちょ、こんな感じで、カートリッジ式のこうペン先がね、ついたね。まあほぼほぼ、なんか万年筆みたいな感じなんですけど、これはでもコミック用だよね、きっと。 耐水性で400円で円すね今も売ってんのかな耐水性だからちょっと色塗っても大丈夫ってことでしょそしてねちゃんとねこうやって色が色がっていうかあのインクが出たんですよこれもうすドエリア前のやつなんですけどねドエリア前のやつなんだけどインクちゃんと出たっていう待ってブリブリ左衛門ってどうか私模写ってすごい苦手なんですよね。 なんか自分でオリジナルでなんか書くのはいいんですけど模写ってさなんか正解があるじゃないですかこれが正解でしょこれが正解でしょ正解があるとさ全然なんつうのそのギャップがさブリブリ財衛門ってブリブリ財衛門でも片方の眉が特別太いんだよねなんかもうすでに違う気がするで鼻がこっちだけ鼻の穴がこっちだけでかい あーなんかブリブリザイモ門あれだね今のね失敗は何かっていうとねこの耳があまりにもでかく近すぎましたねブリブリザイモン本当はこんなだからここもうちょっとね草原がなきゃいけなかった丘がブリブリザイモン乳首書いといて乳首あったよねあでもこれねえやんいやあったはず「クレヨンしんちゃん」の映画とかでは絶対乳首あったはず動画で乳首とか連呼していいのかな <laughs> こういうのって引っかかんのかなこのぐらいやったら平気かちょっと待ってピンクがね肌色肌色系ないんだよなごめんピンクでいいかなうん下手くそにも程があんなウケ <laughs> <行け>る <laughs> ちょっとあのー、明日はもっとちゃんとしたものを描きますわあとねその d a のこの スケジュール帳マンスリーとウィークリーもついてるんですけどウィークリーをね万年筆で書いたところ若干の裏抜けがあったんですよねなんでもうこのウィークリーに関してはもう完全にそのゲルインキのボールペンで書こうと思って今もこうやってボールペンで書いてます使ったのはこの無印のゲルインキのボールペンになってますあでさあれなのこれね このの今水色のさポポポポン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 押してああるやつあるんじゃないですかそれがこのバーサマジックのえ色何これ?「ターコイズジェム」っていう色なんですけどあの昨日ねあのバーサマジックの黒を使った時にやっぱリフィルのね相性があんまり良くなかったのかめちゃくちゃあのう裏写りとかしてたんですけどこれ見てそう分かんなくないですか全然分かんなくない結構これも濃い水色なんですけど 今日ね今朝押してみたら「あやっぱそうだよねこんぐらい裏写り少ないはずだよね」と思いながら全然わかなないでででしょ本本来これなんですよ本来ここれれんすすよだからこのぐらいのもう色味とかであれば全然、あのーまあ、紙によってね、まあ、それもちろん相性はあるとは思うんですけれども平気でございますのでもし裏写りとかね気にされる方はやっぱりバーサマジックが一番おすすめでございやす。 今日もうすでにねなんか朝リフィル結構まあ書いてるんですけどごめん揺れちゃったこれはメモリストのリフィルに書いたものでこっちはアシュフォードの M5 ですね一番パキッとした黄色イエローのカラーででこっちはタケミッチメモに、まあ、シールとかあとスタンプ押したりとかしてあとこれはもう毎日書いてるこっちもアシュフォードのリフィルになりますこのスタンプとかは子どもの顔のものになりますね なんで今日もミニろくぼ描いていこうかしらねーあその前にあれだわこれを挟もうそう今日のね朝のおやつがねこのバターパトラーのフィナンシェとガレットだったんでそれのこうねバターパトラーの、ね、この可愛くないこのこ,こういう感じのね組み合わせなんですよすごいなんか水,水色っていうかエメラルドグリーン×イエローのパッケージの箱で めちゃくちゃゃく可愛いです箱が可愛い箱取っておきたくなる感じの可愛さです。で例によって例のごとくいつも通りここに挟んでおきたいと思います。なんか前も説明したんですけど私この「○電」ファイルファックスのこの「○電」のミニ6サイズについてはカテゴリー分けっていうのを全然してなくって見てください私のこの。 私には珍しいこのインデックスのなさあのカテゴリー分けを全然してなくってこのアッシュフォードのねデイリーのリフィルがあるんですけれどもこの25日26日ってあるんですけどもその25日26日に書いたリフィルはその日付と日付の間にこうやって挟んでいます。ということでどっ ドットリーフを使っていこうかしらんと最近はねこのドットリーフがすごい好きなのですよいつもね私はあんまりドットリーフじゃなくて無地を使ってたんですけど最近はドットリーフが好き今日はちょっとこちらのねゴリラリボンちゃんパッケージのこちらをにカラフルクジラにしたいと思います これでもう平気かな。しあんまあ、可愛いね、見て、グラデーションよえーっと、ちょっと待って、スタンプ、手帳、ハンコブ。スタンプ押したいちょっとこ。え。どうしよう、あ、でも、そう。黒黒黒黒,黒,黒。黒え、黒のスタンプだ、どこ行ったのー、あった。 なんかもうさ、机の作業してるとね今動画だとここだけしか映ってないんですけど周りがマジでぐっちゃぐっちゃですそ私さおやつで今日の夜のおやつとしてこの東京リベンジャーズ組と源氏パイを持ってきてるからよいしょコーヒーが冷めないうちに飲みてえが今日は何日?」「26日でごわす」 という間ですよねなんかさクリスマス終わるとさもう街中がなんていうのもう年末モードになるじゃないですかほんとそれすごいよねきっと昨日とか展示会大変だっただろうないろんなお店2021年12月を英語で書きたいがだがしかし無理だやめとこう絶対つづり間違えるわ 12月今日は26日の日曜日とえっと結構ねなんかミニ録でねこうスタンプ押すと、まあ、大体このね今2つこうやって押してるんですけどそれだけでもうあのかなりの何面積使うので今書けるのはこことこことあとここちょんぼりっていう感じですね。ただささミニロクのさ 可愛さあるよねこのスタンプを押してからのこのなんか全体のねやっぱりギュッてしてるからさ。 結構バイブルとかになるとこうやってスタンプをしても割とその筆記面積の方はだいぶ余ってるんでそこまでねなんかぎゅうぎゅうな感じはしないんですけどミニ 6M5 とかにこうやってスタンプ使うと文字とかも相まってすごいぎゅっとコンパクトな印象になるんでなぜクジラを囲ったのかはまあわからないけれども周りに何か黒いスタンプでもすればそれなりにいい塩梅になるだろう。 ちとあまりにもあれだわマンネスのさ黒インクが強すぎたねあああれで囲めばよかったあのゲルインキで囲めばよかった絶対それが正解だわ今マンネイスのあのー、こラミーのアイオンのねマンネイスで囲ったんですけどそれよりも無印の多分0.38のゲルインキのボールペンで飾った方が絶対正解でしたまあね 正解とは思うけどもう今更今更なんでそのまま書いていきます。ちょっと待てーマイイルドライナーのグレーえー、っと一気に年末モードに今だいぶねあのすごい適当に書いてるんですけど。 大丈夫ですこのあとこちらの無印のゲルインキのペンで囲めばそれなりになんかっぽくなりますで囲む時もね私はもう適当でそんなねあのー、もう寸分たがわず囲むなんてことはしなくても結構です年末モードにこんな感じでなんかあのマイルドライナーのグレー このい薄い方のグレーですね多分グレー2色あってもうちょっとチャコールっぽい色とこっちの薄いグレーあるんですけどこのねえー、っとね名前書いてある、ね、マイルドグレーマイルドグレーの方はこういうタイトル書きとかにすごく使えるので私はもうこれ何本リピしてるか分かりませんこれこれはなんか限定のやつだけどさ多分この前に2本使ってるから3本目ぐらいかな一気に年末モードに。 もうすぐ2022年来るよ。まあ言うてね、毎年楽しい私です。 まあ今こんな感じで無言で全部書いちゃったんですけどミニクのリフィルにこう書きますとこんな感じでねちょっとだいぶギュッギュッとした感じの仕上がりになりますよいしょで今日使ったちょっとアイテムをまとめましょうかね毎回さあれだよねあのもう最近マジでさテロップ何もつけてないからさな <laughs> めてるよね はああやばいサンタ帳残ってんじゃんなんてことちょっと待ってくれ12月はサンタ使っちゃるなんてこと忘れてた私としたことがクマは使ったから安心してたぜそうクマのね,このねサンタさんシールもあったんですよクマさんがサンタの格好してたりとかサンタのお帽子かぶてたりとかそういうのはね全部遠い昔に使い切ったんですけど 忘れていた。まだ俺にはサンタクロースがいた。なんてこった。忘れていたぜ。ということで、ちょっとまあクリスマスは終わってしまったんだが、ちょっと千冬さんの隣にサンタさんを置かせてください。だってもう来年の12月までサンタ使うタイミングねえからな。あかんで、これ。そう、やっぱりね、季節のね、こういうシールのね、 シールはやっっぱりさ調子に乗って買いいすぎないことですねでも今回にステッカーファンのこのクリスマスのシールめちゃくちゃ可愛くて私も毎年多分ステッカーファンのシーズンのシールは買ってると思うんですけど気づいてよかった今見てよかったあぶねえほんとあぶねえここら辺もちょっとあさっきから使ってるこれも子供の顔の,あのスタンプになってます250円の。 これもあのだいもうだいぶ年季が入ったスタンプになってます。よいしょ、えー。今日使ったもの、えっ、ー、と、まずね、超使えるのはマイルドライナーのライナーのマイルドグレード。で、これプラス無印の。 えー、0 3 8ミリのゲルインキボールペン。でこの2個をタイトル書きでよく使いますとでタイトル書きする時のコツはえー 冬だから冬って書いておこうかあの超もう適当です。を書いてまずは書くちゃんときっちり書こうなんて思わずここをアバウトになぞるだけで、OK、ですでもし何か周りがちょっと寂しいなとかなったらあの何他のねカラーの色のペンとかでこうやって周りを飾ればいいだけなので。 めちゃくちゃゃく簡単ドゥスなんでここら辺はね皆さんもすぐできると思うのでもしねおおやってみたいぜっていう人はねやってみてくださいよしということでね、えー、戻しまして私は今からサンタをどう使うか会議したいと思いますはいでは皆さん今日もありがとうございましたそれではまた明日お会いしましょうバイチャ